登山の育児休暇をいただきます。それではスタート。登山系写真家のトム川崎です。久しぶりの配信となります。11月ですね、こちらですけれども、両神さん、上級者向けの両神さんに挑戦して以来ですね。はい、で視聴者さんの中には、しばらく更新ないけど、トム山に行ってんのっていう話は、思った方もいらっしゃると思います。実は山に全く行っておりません。はい、それでは今日はその近況ですね、そちらのご報告となります。冒頭で申し上げた通り、妻が出産いたしました。はい、待望の第一子です。はい、それでですね、妻は去年の北アルプス乗鞍岳、こちらですねに登った後、もう安静にしてていたのですけれども、私の方は11月に両神さんに、挑戦してから、出産の準備に入ったというところで、その後ですね、出産の準備となると、実際には例えば名前を考えたりとか、あとベビーカーを検討したりとか、あと他にも買わなければいけないものとかをたくさんありまして、そちらの準備をしていて、冬の間、今春ですけれども春にかけても全く正直登山に行く時間を取れていないというところが今の近況です。それで、今後の当チャンネルをどうするかについてですけれども、新作の登山動画についてはしばらくお休みさせていただきたいと考えております。いわゆる登山の育児休暇と考えていただければと思います。はい、ただですね、新作の登山動画はしばらくお休みになりますが、新しい企画はいろいろ考えておりますので、新作の動画はこれからもいろいろ出していきたいと思います。はい、でただですね、最初の方でも申し上げた通り、今本当に時間が取れなくてですね、例えばミルクだけで言うと、今3時間おきに夫婦で交代しながらですけれども、3時間おきに24時間ずっとあげてるっていう状態ですし、あと例えば哺乳瓶洗ったり食器洗ったり、あと食事も今全部私が作っているのですけれども、あとおむつ交換したりとか、あと赤ちゃんの沐浴お風呂ですね入れたりとか、はい、あとはですね、夜中も結構抱っこしてくれって甘えてきたりとかして、夜中2時とか3時から1時間ずっと抱っこして寝かせるとかいうことも2、3日に1回ぐらいあるのですけれども、そういったことを続けてて、なかなか時間が取れないんですけれども、少しずつですね、慣れてきて、ちょっとずつ隙間時間取れるようにはなってきましたので、そういった隙間時間を使って、新作の撮影もあります。撮影とあとは動画編集を行って、皆さんに新しい動画を楽しんでいただけるように、準備していきますので、少し間隔は空くと思いますが、今しばらくお待ちいただけたらと思います。はい、それでは今回お伝えしたかったことは以上になります。最後にですね、30秒ちょっと の赤ちゃんの、ショートムービーでこの動画は締めたいと思います。トム川崎の登山チャンネル、気に入っていただけた方、応援していただける方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。トム川崎でした。